はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりフォトです。今日は、はい、先日購入した、ニコン FT2 ですね、ニコマートです。発売は1975年、と書いてありますね。露出はマニュアル、速攻方式は中央部充電速攻、ISO 感度は12から1600、まあ、今1600ってない、なかなかないんですけれども、シャッタースピードは1秒から1000分の1秒、まあ、これコパルのシャッターユニットを使っている、モデルだと思います。当時ボディだけで47,000円、あ、ごめんなさい、ボディだけで41,000円ですね。でブラックモデルは3000円高、発売の正式な発売日は1975年3月ということで、まあ、ロングセラーとなったニコマート FTN のから9年後、1975年に発売になった FT2 です。もう母体はニコマート FTN なんですけれども、まあ、大きく変わったところで言うと、電池がね、水銀電池から SR44 に変更されているということで、非常に、まあ、使いやすくなっています。それから、アクセサリー集がね、固定式になったりとか、まあ、いろいろ細かく書いてありますけれども、肩にね、改良されて、でデザインも FTN に比べて、かなり洗練された、そんなイメージのカメラです。今日はね、このカメラ、先日、ハードオフの関内個展で購入したんですけれども、はい、せっかくなので、モルトの交換をしていきたいと思います。実は、このカメラですね、購入してきて、一番最初にチェックしたのが、まだ購入した時点ではチェックしていなかったんですけれども、電池ですよね、露出計が動くかどうかということで、露出計の電池ですね、 SR44、 はい、確認したらね、ここね、今もう綺麗になってますけれども、これとんでもないことになっていて、ここにね、青サビがぎっしり浮いていて、電池入ってたんですね。ということで、昨日ね、できる限りですけれども綺麗にしました。で、綺麗にして、まあ、こちらの方もね、磨いたりをしまして、で、はい、今日は LR44 ですけれども入れて、露出計が動くかどうかですね。これはすごくね、緊張しましたね。ということで、よいしょ、はい、露出計はね、実はちょっと見えないですけれどもね、ちゃんと動いてます。露出計動くということが確認できました。よかった露出計ね、動くか動かないかじゃやっぱりテンションってだいぶ変わりますよね。しかもファインダーもね、かなり綺麗にして、ちょっと見えるかどうか分かりませんけれど、はい、綺麗、かなりね、綺麗にしました。はい、なのでもう撮影にはね、何ら、問題ない状態になっています。露出計動くとこ見えないかな、ちょっと見えないかな、露出計もね、ちゃんと動いてるんですよ。ちょっと見えないですね。シャッターもきちっと切れます。はい、ということで、動作確認ができましたので、今日はね、はい、モルトを交換しながら、皆さんとね、いろいろ、カメラのお話をしていきたいなと思っています。まずね、まだ綺麗にね、モルトの除去ができていない部分もあるので、とりあえずエタノールですね。私が使っているのは、まずモルト交換に必要なものとしてね、まずモルトですね。それから、はい、いつも使っている湾曲した、ピンセット、それから、スケールですね、カット用のスケール、まあ、これは、まあ、細部のね、モルト貼るときに、使ったりする、まあ、これ円形の切りですね。
一般的に使うのは、はい、いつも言うように爪楊枝2本ですね。大体爪楊枝2本ぐらいを使います。でまずね、最初に、はい、モルトのね、カスが残っていないかどうかっていうことで、ここの部分、まあ、もう正直ね、もう全然ないんですよ。全くないんですね。ですけど一応ですけれど、あのモルタがうまく張りやすくなるように、一応ちょっと拭いておきます。まあ、拭けばね、拭いただけあって、まあ、モルトのね、粘着もしやすくなると思うので、こんな感じですね。と思います。できるだけね、ここの部分、特にフォーカシングスクリーン、それからミラーの部分には、モルトカスが落ちないように気を配っています。なので、先にね、こちらの、正面のミラーの当たるモルトをね、先に交換したいと思います。でいつも話しますけれども、モルトの破片じゃないんですけどね、細かいのを取ってあって、ちょうど合うようなものがあればね、それを貼るようにしています。ここのモルトはどちらかというとね、ダンパーの干渉用のモルトです。で本来はね、皆さん2ミリを使ったりするみたいですけど、私の場合はもうモルト全部ね 1.5 ミリに統一しています。まあ、1.5 ミリ、まあ、万能とは言わないんですけれども、使いやすくて、2ミリの方は逆にあんまりこれ以外の用途が少ないので 1.5 ミリを使っています。秋朝日さんでもモルトの販売してますし、私はね、今使ってるのはジャパンホビースールさんかな。以前秋明さんのあのモルトも使ってみたことがあります。ということで、まずね、ダンパー部分のモルトの交換というか、交換じゃないですね、もう貼り付けですねを行いたいと思います。まあ、大体ですけど、よいしょ、このカメラはね、フォーカシングスクリーンの交換式じゃないので、真ん中にスリットを入れる必要もないカメラですね。そうか。ちょっとモルトが長すぎですね。モルトをね、適正な長さにカットして、もう一度、よいしょ、今度はぴったりですね。こんな感じでモルト交換しました。はい、そしたら、裏を向けて、FT2 はね、確かね、これ裏蓋外れないタイプだと思うんですよね。あ、そうですね、裏蓋外れないですね。裏蓋外れるタイプはここにね、取り外しレバーがありますけど、ないんですね。ということなので、まずはどうするか、ちょっとこれじゃあね、汚れるので、キッチンペーパーをね、使って、モルトの状況までいかんな。でも、ほら、粉になってますね。もう、完全に粉になってしまってますね。粉をきれいに除去します。こんな感じかな。
ね、皆さんにコメントいただきましたけど、 FTN って私もね、皆さんのコメント的にはついたんですけど、まさかね、水銀電池から SR44 に変わっているって知らなくて、もう 何しろそれが一番すごく嬉しかったですね。水銀電池って 1.6V なんですよね。なので、微妙に電圧が違うっていうのが、なんとなく私みたいにね、ほとんどリバーサルじゃなくてネガを使う人にはあまり関係のないのことなのかも分かんないんですけども、でも結構そういうところって気になるじゃないですか。なのでそこがね、一番嬉しかった。皆さんからコメントいただいてね、嬉しかったです。でちょっと待って、ここね、やっぱりちょっとマスキングしたいね。シャッター幕はね、コパルスクエアですね。これ多分っていうか、もう間違いなくですけど、コパルスクエアのね、シャッター音ってね、いいですね。すごいシャキッとしててね、大好きです。いろんなカメラに使われてますけど、やっぱり当時ね、相当信頼の高かったシャッターなんだなって思いますね。コパルという会社ね、今でもね、ありますよね。確か塩尻市にある、今ニデックさんですけど、ニデックさんのコパルはそのコパルなのかな。だと思って、私は思い込んでますけど、もし違ったらごめんなさい。本当に一時期やっぱり日本のそのカメラを支えたメーカーさんなんでしょうね。はい、ということでちょっとマスキングしますね。これでマスキングちょっとしたので、これでシャッター幕にね、ダメージを与えないようにちょっと、まあ、簡単ですけどね、マスキングをしました。シャッター幕はね、絶対にね、触らないようにしていただきたいなと思います。で、あとはね、ここの溝ですね、ここにの溝にもモルトのカスが入っているので、こんな風にして除去をします。いやー、でもね、めったにね、ニコンの FT2 出会わないんですっていうか、私初めて出会ったんじゃないのかな、もしかしたらね。皆さんに言われて、皆さんがねコメントで、わいいカメラ見つけましたねって言われて、で改めて、いいカメラ手に入れたんだ、私は FTN とあんまり変わらないと思ってたんですよ。だけど一番やっぱり嬉しかったのが、電池がね、現行の SR44 で使えるっていうことがすごく嬉しかったです。なんでね、こんな動画を作ってみようかなと思いました。こんな感じになるんで、こんな感じで、粉がたくさん出てきます。で、いつも言いますけど、これ私が、まあ、何十年もいいかな、もう10年十数年20年近く自分でモルトの交換、もう最初 手探りからね、いろんな動画とか拝見させていただいてやってきた方法ですので、皆さんは参考にならないと思って見てください。正式に言うとね、おそらくね、プロの方はこんなやり方じゃなくて、もっと精度の高いモルト交換されると思います。ですけど今のところっていうか、この20年間自分でモルト交換して光量漏れした写真が撮れたことは一度もないので、多分モルトって遮光なんですね。光がフィルムに漏れて当たらないようにするためなので、そういった意味で言うと多分その要件は満たしているのかなと思います。そ
そうか、ね、この車、この車じゃなくてこのカメラ当時ね4万4000円したんですね。4万1000円プラス3000円なんでね、ちょっとあのなんていうかな、プロっぽいじゃないですか黒って。なのでね、すごくね、昨日もお話しましたけれど、すごい程度いいでしょう。すごい程度いいですよね。なのでまあおそらくね、さほど使われてなかったんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今ねボルトの除去を行いました。一応ここでもう一回ねエタノールをつけた綿棒で、これもカメラ用のね、先が細くなった綿棒ですね。これで綺麗にしたいと思います。今日はねすごいいい天気です。昨日ね、昨日一昨日かな、まだね雪ちらつきますけど、今日すごくいい天気で、信州の北もすごいいい天気です。でもね今日はね朝すごい寒かったですね。まだまだねあの春の到来は今しばらくありそう、まだ時間かかりそうですね。ここねモルトじゃなくてここフェルト貼ってありますね。なのでモルト貼るのはどっちに貼ろうかな。これ見るとねもうモルトはねなくなっちゃってて、どっちに、あこっち側ですね、こちら側に貼ってありましたね。あのモルトのあの貼った跡があるので、あのこっちに貼ってあるカメラもあるんですけど、こちらに貼ってありましたね。なのでここから貼っていこうかな。はい、ということで、まあ、まずこのカスはねちょっと除去しますね。から貼っていこう。ちょうどいいのはあるかな。ちょっと足りないね。ちょっと足りないな。ちょっと足りないけど足して貼るかな。ケチってというかね、ちょっと足して貼っちゃおうかな。足して貼ろうかな。モルトの貼り方ってそれ人それぞれすごくたくさんあるし、やっぱりあのプロの方の貼るのと全然違うのでね、あの全く参考にしないでください。このねカメラのフィルムカメラの YouTube やってると、まあ、当初はねあのもうカメラの紹介だから次から次へと、まあ、あのどんなカメラでもいいから集めてきて、いろいろね歴史とかねあの購入あの作られた時代背景をね、研究して、YouTube 作ってましたけれど、まあ次第にねもうご紹介するカメラも数少なくなって、もうもしこれから新たな分野でご紹介をするとするならば、もうライカとかになっちゃうんですよね。でライカのね M3 とか、いう話になっちゃうけど、それはねあの私のチャンネルじゃなくてもみんなやってるし、私みたいなあの趣味でね、できるだけお金をかけずにあの楽しむかっていうチャンネルなので、ちょっとライカは今のところですよ、今のところ。いつかもしかしたらねあの、YouTube で収益がどんどん上がるようになったらいつかやるかもしれないですけど、今のところ可能性は極めて少ないですね。極めて少ない、ほとんどないというか
もう、ね、やっぱりね、別格ですね。いつもライカ使ってますっていうプロの方いらっしゃいますけれど、もう仕事としてね、生業とするならば、やっぱり私もライカ使ってみたいと思うし、使うのかも分かんないですけど、私これ生業じゃないんでね、私と共感していただけるような方向けの YouTube なので、すいません、今のところライカの、ご案内は、しません。まあ、その代わりに逆にね、今まであんまり積極的にというか、まあ本当はフィルムカメラご紹介したいんだけど、まあやむを得ずじゃないですけど、デジタルカメラのご紹介してましたけど、逆にデジタルカメラの方はこれからもうちょっとね、フィルムカメラと併用して使うっていう意味で言うと、デジタルカメラのご紹介はしていきたいなと思っています。それもやっぱり割と最新のものも含めてね、この間なんかもう思い切ってルミックスのね、 S1 買ってみましたよね。買ってみて皆さんに S1 すごいよって、本当にすごい良かったんですよ。なんだけど、これはそうです。それは分かりきってることなんですけれど、まあすぐによ別のカメラ買う予算がなくなっちゃったんですよね。なので、もう会えなくですよ、手放すことになってしまいました。もうがっかりしながらも、でも使ってみたことが良かったかなと思います。本当にいいカメラだったんですね。もう絶対これは一生ものだぞなんてみんなに宣言しながら、持ってた期間ってわずか本当に数ヶ月でしたね。すごいがっちりしたボディで本当に良かったですね。本当はね、いつもね、ちゃんと乃木巣で測ってなんて、やらなきゃいけないですよって教えていただいてるんですけど、いつも目測で。やってますね。ごめんなさい。そしてこれを剥がして、これね、オリンパスと同じようにここちょっと曲がってるんですよね。ここのところの処理が、1本でうまくできれば1本でやっちゃいますね。微妙に角を曲げるときうまくいけばね、もしうまくいかなければ分けて貼りたいと思います。こんな感じで。ここのところがね、ここを貼るのが一番難しいですね。ね、いつも話しますけど、オリンパスの OM シリーズはやっぱりコンパクトに作られているので、ここの幅もね、かなり計算されて狭いので、オリンパスの OM シリーズが一番難しいかな。OM1、2ですね。前谷義久さんがね、本当に、産学撲滅で開発されたカメラだけありますね。
この辺のあの曲がったところの、処理も自分で言っちゃいあのおかしいですけど、絶妙でしょう。普通はね、あのこの曲がったなりにカットされたあのモルトが売ってたりするんですよね。ですけど、ちょうどじゃないかな、ちょうどじゃないかな。あのちょっとね足りないかなと思ったけど、まここまで貼ってあればおそらく大丈夫ですね。あの光量漏れすることはないと思いますね。はい、ということでもう一本、モルトをカットしてもう一つ貼りたいと思います。これもこうしてここまで貼って、ここにあのカウンターリセットのね、あのボタンがあるので、このカウンターリセットのボタンは一回外さなきゃいけないんですよね。外すっておかしいんですけど、までモルト貼っちゃいけないので、ここで一回カットしていきますね。ね、そろそろ皆さんのところも春になってきたと思うんですけれども、まあ、梅はね、咲き始めましたし、まあ、椿はね冬のものなので咲いてますけれども、だいぶよくよくね、あの木曽川の護岸の土手とかよくよく見るとね、ちっちゃなね花がねもう咲き始めてますね。もう着実に春になってきたんだなって感じがします。モルトはね、あの貼り始めと一番最後のあの処理が一番難しいですね。であとはね、あの私はあののり付きのモルトを使ってるので、よくあの両面テープを先にね、あのカメラ側に貼っておいて、あの貼る方もいらっしゃるようですけれども、私はあののり付きをもう最初から、使っています。もうこれで慣れちゃったのでね、あのこれから変わることはないと思いますし、あの場合によってはね、毛糸を使ってあのモルト代わりする方とかね、あのフェルトを使う方もいらっしゃいます。まあ本当はねフェルトとかね毛糸だとあの劣化しないんでね、あの本当は一番理想だと思うんですよね。だけど、まあ、私が使うカメラ、まあ、私が生きている間はおそらくあの一回交換すれば大丈夫じゃないかなと思います。ね、私のあとこのカメラを子供たちが受け継ぐかって言ったら、あの
みんな息子も娘もあの、ちゃんと処分してから行ってねって言ってましたんで綺麗に貼りましたね。綺麗に。ね、皆さんのご家族はいかがですか。皆さんの、集めたカメラ、興味持って使ってくれそうですかね。私はね、あの聞いたら、お母さん、うちの家内なんか言いますけど、お父さんの宝物だと思ってるものは。処分に困るよねって言われてます。でもね、本当にあのね、もう最近その話ばっかりですけど、やっぱり残っていくものって、あの、なんていうのかな、昭和70年代、もうバブルの前の、あの製品ですよね。こういった金属の日本の技術が、あのメカによってね、カメラとかがあの動かす時代、まあ、ライカもそうですよね。バルナックライカもそうですし、まあ、コンタクス 2A なんかもそうですけど、やっぱりメカのものは、メカっていうかね、機械式のものは、残っていくけど、まあ、電子部品を使うようになるとね、電子部品自体の、あの劣化が進んじゃうんで、まあ、でも、まあ、工業製品も車もそうですけど、そういうもんなんでしょうね。あのそれを嘆くわけじゃなくて、やっぱりあのいつか劣化して使えなくなることを前提として作られているものですよね。今のデジタルカメラの、あの部品保有期間もほら7年とか決められているのは、まあ、7年間だけ、使えますよっていう、きっとあのメーカーの、まあ、保証義務ですよね。永遠に使えちゃったら物売れないですもんねそういうことだと、まあ、最近思いますね。なので、あの古いデジタルカメラ、買ったとしても、まあ壊れたらね、あの使えなくなることも前提として使っていかなきゃいけないなと思っています。なので逆に、あの逆に考えると、あのその当時の、まあ、素晴らしいもの、は今の使える時代に使っておかないと、もう将来使えなくなるので、これコメントにもありましたけど、だからこそあの、当時のね、最先端の日本の技術のものを使えるうちに、今のうちに使うのも一つの方法じゃないですかっていうコメントもありました。もうその通りだと思いますね。本当にそうですよね。なんで、ね、ミノルタの1万2000分の1秒のフィルムカメラ、ね、ありますよね。今1万2000秒分の1秒が必要かどうかって言ったら、きっと必要じゃないのかもしれないけれど、使えるんだったら使っておく、今のうちに使わないともう使えない だと思います。さて、今モルタ張り替え終わりました。で、ここで一応チェックをしますね。ここが一番緊張しますけど、これで蓋を一回するんですよ。で、蓋を開けます。で、この時にほら、うまく張れているとモルトがくっついてこない、あ、くっついてこないじゃない、ここちょっと浮いてるじゃん。ちょっとここ張り替えなきゃ。ここちょっと浮きましたよね。こうなると、これモルトの張り、モルトの張り方が下手だったという証拠ですので、ここをねちょっと直さなきゃいけないね。よいしょ。
ここはね、多分ね、最後の処理が失敗してますね。ああ、なるほどね。これはここで一回切った方がいいな。一度切って、ここで今ちょっと裏返ってたんですね。なのでそこは別のボルトをちょっとだけ張り替えますね。ここで一応確認しておかないと後で必ずね、あの剥がれてくるので、ここの手間を惜しんではいけない。今度はどうかな。さてどうかな。あ、今度は大丈夫そうですね。うん、大丈夫ですね。剥がれてきそうもないですね。うん、大丈夫大丈夫。はい、はい、ということで、はい、またモルトの交換が終わりました。ということで、さてこのカメラにどのレンズをつけるのか、ちょっと、はい、もう決めているので、はい、それでは、スタジオの方にですねちょっと移動しました。今ね3、4はね、あのちょっとマイク使わずに、まあ、iPhone の、あのマイク使ってたので音量が、ね、もしかしたら違うかも分かりませんけれども、はい、今、はい、交換が終わったニコンの、FT2 ですね。はい、ちょっと待ってください。どっかにね iCup があったのでちょっと持ってみますね。はい、多分これが合うかな、合わないかな、合わないかな。うん、バッチリ合いましたね。はい、アイカップをつけました。で、レンズは何をつけるかって言ったら、レンズはね、このカメラにはね 35mm の F2 の、レンズをつけようと、あのもう思っていました。なのでこのカメラに、はい、35mmF2 ですね、もうニコンのガチャガチャですよね、ガチャガチャ。はい、ということで、はい、無事、取り付けができました。今ねちょっと迷っていることがあって、ちょっと本当にあの変わることかやってみますかね。シャッタースピードはまあ今の暗さだとおそらく125分の1くらいで、露出系が絞りが5.6 ですね、くらいでちょうどですね。ファインダーも非常に綺麗、非常にスッキリします。おお、シャッターもね本当にこれ快調に切れます。はい、見てくださいこれね、もうあの、先日ご紹介した時よりもう随分と綺麗になってると思います。実はね、あの後ね、まず外装だけピカピカ磨いたんですね。で、あとファインダーの中の、付着してたホコリなんかも除去しました。で、今ね、ちょっと迷っていることがあって、皆さんのご意見ちょっとお聞きしたいんですけども、ニコン当時のこのストラップありますよね。
これニコンって書いてあるストラップってなかなかないんですよね。これニコンって書いてあるんですよ。どこだっけ。ニコンってね、書いてあるんですよね。あ、あったあったあった。ここにニコンって書いてあるんですよ。で、このストラップ外すにはね、私いろいろ見たんですけど、ここの、これは、金具外すんです、ここら外すんですけど、スリットが入ってないので、おそらく外すときには、力技で外してしまうと、もう二度とつかない感じがするんですよね。なので、このストラップを使うのか、でもちょっとゴワゴワしてるのでね、やっぱり新しいストラップ、今風の革のおしゃれなストラップをつけた方がいいのかななんて今迷っていて、外しちゃおうかな。やっぱり新しいストラップをつけて今風に使いたいっていう気持ちもあるし、もしかしたら皆さんの中にはね、もう徹底的にオリジナルにこだわるって方いらっしゃるじゃないですか。なので、いやいや、それもったいないよって言われる方もいらっしゃると思いますけど、皆さんだったらどうしますかね。結構しっかりしてる。それから、経年の割には、柔らかいです。ゴワゴワしていない。経年の割にはゴワゴワしていない。なので、しかもこれ、長さ調整できるんですね。自由にできるので、まあ、このまま使うのも一つの手かなとは思います。で、しかもこの三角形のところのカバーもね、もうオリジナルでついてるので、まあ、これで使うのもありなのかなとも思いつつも、今風に、違う革のね、ストラップつけてもかっこいいかなと思ってます。ちょっと迷ってるんですよね。こんなところもね、皆さんご意見いただけると嬉しいなと思っています。はい。かっこいいですね。かっこいい。ブラックが正感。しかも、電池が、SR44 っていうところがすごくいい。露出系は、バッチリ動きますし、それから、ね、フィルムカウンターがレトロでかっこいいですよね。あ、でも本当にね、よかったですね。コンタクツの、RTS ゴールド買わなくてね、買う予定は全くないですけどね。本当に、いい、カメラに出会うことができました。もうだいぶね、カメラ、プラスチック製のカメラはどんどん減ってきて、金属製のカメラ、が残ってきてます。で、先日もね、ようやく動くようになったと思っていた、コニカのね、オートリフレックス T3 かな、またね、シャッター降りなくなっちゃったんで、まあ、快調なうちにね、このカメラでも、もちろんこれはね、必ずフィルム入れて撮影すると思います。また作例ご紹介したいと思います。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。